夏このゲーム。テラリアはやっぱやっぱ冒険感が最もやっぱこの世であるゲームと言われているから、地球を冒険するには狭すぎるなんたらかんたら、宇宙を冒険するには遠すぎるなんたらかんたらのこの時代に生まれた冒険欲求を満たしてくれるデジタルゲーム。いや俺このゲームだってスチームの素晴らしいゲーム3選にあげれるゲームだね。このゲームはテラリアとリムワールドと終わり。テラリアとリムワールドと終わり。あと一個ラストかな。確かにラストかも。もう一個は。でも、まあ、ラストは対人ゲーだからちょっと違うよね。ちょっと違うわ。いや、カラミティってか、テラリアとリムワールドに並ぶシングルゲーはないね、俺の中で、マジで。スレイザースファイアとかですら、いいゲームだけど、やっぱ、俺はこっちのがよくできてると思う。え、唯一100万レビュー超えてるんだ、このゲーム。すごいな。え、そんなに人気なんだな。まあ、俺マジで、すごいゲームだと思うけど、このゲームは。でも、結構やっぱ人を選ぶかなってちょっと思ったけど、そうでもないんだね。いや、テラリアは結構やったことない人いると思うけどな。やったことない人結構いるっしょ。このゲームはね、全然マイクラと違う。そう、マイクラだと思ってる人かなりいるけど、このゲームはね、マジで全然違うよ。どっちかというと、オープンワールドの、モンハンみたいな感じ。あ、だから、あれが多分一番近いんじゃない?バルヘイム?俺ちょっとバルヘイムやってないけど、バルヘイムは、マジでテラリアのフォロワーらしいから。このゲームは、なんかその、ボスがめっちゃいて、一個一個、そのボスを手前から倒していくことを目的にしてるからね。そのボスを倒すと新しい素材と、そのボスの素材が解放されて、またそれをファームして次のボスに行って、ボスを倒したら、また次の素材が解放されてって、これってモンハンだから、やってることは。一種のハクスラだよね。あのね、あれ、最近さ、メイドインアビスがブームだったじゃん。メイドインアビスにハマった人は、多分すごい好きだよ。このゲームは、メイドインアビスのあの感じ?世界観をかなり体現してるゲームだと思う。すごいよ。このゲームの地下を掘るの。どれぐらい?いや、マジでこのゲームの地下掘り以上に冒険をしてる感じが出るゲームはないね。マジで。出会ったことない俺。本当に。